横浜国際総合競技場よりお送りしております。フットボールが好きで好きでたまらない皆さん、こんばんは。トンカビラです。解説は田島幸三さんをお迎えしております。田島さん、よろしくお願いします。こんばんは、田島幸三です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードはヴィッセル神戸対横浜 F マリノス。ヴィッセルの選手が入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはヴィッセル神戸、長島、黒崎、パソッチュ、長田、ムノボ、長谷部、吉村、チェ・ソンヨン、土屋、吉田、武田。続いて横浜 F ・マリノス、川口、鳩、松田、小村、上野、三浦、遠藤、永井、中村、ユ・サンチョ、マルドナード。いよいよキックオフです。画面に向かって左から右へ攻めるのがヴィッセル神戸、反対に右から左へ攻めるのが横浜 F マリノス。スローイン。さあここからどう攻める。ニアハイボールを競り合う。頭でつないで攻めきれない。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。you
守備に安定感がありますね。前半戦終了です。前半戦後半戦キックオフ。パス、キラーパスになるのか。クロス、おっと旗が上がった。微妙でしたね。中村、マルドナード、必要にチェックを仕掛けます。三浦、交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。長田、中に絞ってきた。これはゴールキック、外れ。ここで選手交代です。ヘッドパス、パソッチ、流れを止めた。あと10分です。長井、土屋、フットボールの女神、彼の足に宿っているこの豪快球、センタリング、松田、シュート。どこを狙っているのか。頭でつないで、チェ・ソンヨン、キーパーがキャッチ。ヴィッセル神戸、耐え抜いた末の貴重な1点で勝利を得ました。それでは田島さん、試合を振り返っていかがでしたか？実にいい試合でしたね。どちらが勝ってもおかしくない試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。